さあ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 、聖夜の夜にときめきメモリアル、ガールズサイドフォースハート。はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、綱吉です。というわけで今回はこのゲームをやっていきましょう。いくぜ。もう早く始めるから。もういらっしゃい。うわ、びっくりした。表示する名字と名前を入力してね。はい、なんで俺今こんなびっくりしたんだろう。音がでかくて予想以上にびっくりしたわ。ちょっと待ってね。さあ、マイプロフィールを選択していこうと。でこのときめきメモリアルガールズサイドっていうのは、まあ、ときめきメモリアルがもともとギャルゲーというね、その男の子が主人公でいろんな女の子をこう攻略していく、まあ、付き合っていくみたいな内容なんだけど、まあ、このガールズサイドは逆で、女の子が主人公 で男の子たちを、ぶち落としていくという感じになっている内容になってるんで、まあ、今回はだから僕は女の子だね。女の子だからそれを踏まえてちゃんと名前をつけないといけないんだけど、もう一気に書いていこうと思います。せーの、ドン。よし、これでいっか。まず氏名はね、名字と名前で、やっぱり名字感のある名字と名前感のある名前が良かったから、まあこういう風にさせていただきました。でこの呼ばれ方っていうのが、その男の子にどういう風に呼ばれるかみたいなのを決められるんだけど、ボイスでね、あの鹿児島っていうのがそもそもリストになかったんで、唯一あった一番近いやつ小島にしました。はい。でまあ夏子はあったんで、そのまま夏子で、なんで小島夏子になりましたね。もう完全に別の人、何も関係ないただの小島夏子さんになっちゃったね。まあいいか。でまあ12月24日今日の誕生日、今日の日付を誕生日にして、血液型をまあ普通に A 型で、まあ部屋はね、やっぱ夏子ちゃんってなんかちょっとポップな感じがするから、まあポップな感じでいこうと思います。ちなみに夏子は、常吉の綱を逆にして夏子にしました。はい、これで全部決まった。粋でしょう。どう、相当粋だと思うんだよね。というわけでいきますよ。じゃあときめきメモリアルガールズサイドライフ、鹿児島夏子ちゃんでいくぞ。呼ばれ方は小島夏子。もうどっちが本当の名前だか分かんないけど、いくぜ。じゃあ後で会いましょう。あ、はい、あ、アンですね。あ、どなた？今の誰？あ、始まりました。あ、私も明日から、高校1年生、名門羽ばたき学園の入学式か、入学式か、ドキドキするな。おお、早速もう学校生活始まりっていうところですね。いいね、ワクワクするタイミングだね。まあ、ここからね、いろんな男の子との出会いがあるからね。はい、楽しみにしておこう。おお、なんだこれは。あー、お店でなんか買うのか。やっぱりね、高校生活だからね、また一つなんか垢抜けていきたいところはあるよね。お、かわいい風車の模様もすごく気に入っちゃった。あ、いいじゃん、ボンバーマンみたいなペン、最高だね。ありがとうございました。俺だったら5本ぐらい買うね。よし、そうね、新規一点ね、あの文房具とかも買い替えたくなるよね、こういう入学の時期っていうのはね。よしよしよし、いいよいいよ、新しいスクールライフが待ってるからね。しかもラブも込められた。ただいま。これカツオくんが帰ってきた時のあの言い方だね、これね、うん、サザエさんのね。さっきお母さんから聞いた話、本当にびっくりした。え、何の話？俺聞いてないよ。すぐないがしろにするじゃん。帰ってきたんだ、りょうたくん。イギリスへ行ってからもう9年経つんだ。幼馴染かなんかなのかな。イギリスに行ってるんだ。9年か。この人だって高校生でしょ。16歳ってことは、9年ってことは7歳ぐらいのところにいなくなっちゃったんだ。もう覚えてないんじゃないの、それほぼ。なんか声とか顔とかさ。久しぶりに彼の名前を聞いたらいろいろ思い出した。子供の頃のこと。あ、覚えてるんだ。りょうたくんがイギリスへ移住する少し前の日のこと、確か彼と二人であの場所で、うーわ、もうさ、俺の知らんところで勝手にフラグ立てんのやめてくんねえかな。選ばしてくれよ俺にも。あ、僕あの事前情報あんまり見てないんですよ、このゲーム。もうね、その場で見てね、いろんな男の子見て、もうその場で決めたいんだよね。また聞こえてきたよ。お、これがりょうたくんか。その場でね、まあ誰を落とすか、自分の推しをね、決めていきたいんだよね。推し活していきたいよね。お仕事、お仕事。小さいけれど聞こえるよね。これが聞こえるのって、通学路のこの辺だよな、いつも。あ、そうなんだ。いいよね、そういうの。てかなんかすごいロマンチックな通学路だな。羨ましいわ、そんなさ、いいところで通学できんの？え、ずるくない？聞こえたのこっちだと思うんだ。俺の子供の頃のさ、なんか思い出と全然違えんだけど。
なんかもうフラストレーションだわ。もう小学もうなんか主人公に感情移入できなくなっちゃうよこんなの。全然違いすぎて住む世界が違いすぎるよ。緑もあんのかよ。田舎特有の緑がすごい綺麗なところをすごい自慢しようと思ったのに、ここ緑も金揃えてんのかよ。もう勝てるとこねえよ。この先何まだあんの？まだあんの？田舎だったらね、おじいちゃんと見たことあるし、うん、田舎だったらなんだろう、他に勝てるとこあんのかな。都会と都会に勝てるところもうないよ。河川敷とかそれぐらい。河川敷ないけどね鹿児島。ここ、うん、多分古い教会なんだ。今は使われてないんだって。うわ教会とかあるのかよ森の奥に。こんなのねえよ俺の地元にゃよ。ふざけんなよ。この中にはね、うん、外国のステンドグラスとか、うん、アンティークとか宝物がたくさんあるんだ。あーそうなんだ、エモいね。お入ってったのかな。入り口の扉開くかな。どうだろうね。でも勝手に開けちゃいけないんじゃない。やっぱ敷地内でしょ、怒られるよ。うわやっぱりダメか。やっぱさすがにロックされてるよね。そこはおとなしく抱えるとお前も諦めねえなあ、教会の中が少し見える。お、いいね。それだけでも十分。あのキラキラ光ってるね。あれがステンドグラスって言うんだ。へえ。それのそうなんだ。上の方。知らなかった。上の方。はいはいはい。お、金。ああそういうことか。目がちょっと見えてる。ずっと顔見えてなかったのに。可愛らしい目してるな。きっとそうだよ。またなったら見に来ようぜ。いいねー。っていうのが、あ、なるほどなるほど。これでいつも寄り道をしてるっていう過去があるのね。うん。今日図工で作った涼太くんの風車、先生のお手本より回ってたね。おお、すごいじゃん。まあね、ほら、お前にあげる。おい、いいやつ。天然女ったらしい。え、いいの？いいよ。実はこれ、うん、羽ばたき城の宝物庫にあった風車と同じ作り方なんだ。へえ、羽ばたき城の宝物庫全然知らねえけど。城は城でも俺秋田城しか知らねえけどさ。宝物庫の風車？そう、お城の宝物らしい。あ、そうなんだ。夕日みたいなオレンジ色で、うん、願い事をしてからふーって吹くと何でも叶ったんだって。へえ、俺もやりてえな。この風車もそれと作り方は一緒だからさ、俺たちの願い事叶うかもしれないぜ。お、いいね。やってみよう。やろうぜ。願い事してふーって吹く。願い事してふーって吹く。いくよよし、いくぞ。お願い事はときめも実況の動画がすごい伸びますように。ときめも実況の動画がすごい伸びますように。ときめも実況の動画がすごい伸びますように。いいシーン台無しいいシーン台無しだよ。男の子なんかすごいとこいいこと言わって、なんか願ってくれてたよ今。あ、そうだ、りょうたくんの願い事が、うわあ、もう、これは相思相愛、もう、たまらんぜ。もう、起承転結のケツまで行っちゃったよ。じゃあ、吹くよ。せーの。大丈夫か、ときめきメモリアルガールズサイド4。もう、終わっちまうぜ。いいね。お、回ったね。鐘が鳴った。お、すごい。これはもう、神も祝福してくれてる。りょうたくんと夏子のこの関係を神も祝福してくれてるぜ。結婚式みたいだね。またもうませてんだから、もう鹿児島ちゃんはもう小島、まあ、うん、そうかもな。願い事を何した。いやでもなんかそういうの言うとなんか逆に叶わなくなっちゃいそうで嫌だよね、うん、そうだよね。あ、恥ずかしいからね、うん、そっか、うん、じゃあ俺も秘密、多分お前と同じだと思うよ。ズルしてたからね完全に。小島ちゃん、りょうたくんの願い事が叶うってこと。いいね。うわー、
そんな前なんだ前提がずりーよ。そんなんなんかりょうた好きになっちゃいそうじゃん。まあでもまあ9年前だからね。まあ子供のあれだよね、なんだお父さんと結婚するんだみたいな、なんかそういうノリなのかな、わかんないけど。まあでもりょうたくんガチっぽかったな。あれはマジの恋愛してる顔だったぜ。雰囲気からビンビン出てたもん。あ、早速始まった。来た。あなたの数値化された能力パラメータを確認できます。マイルームでいろいろ確認できると。あ、左下で確認できるんだね。次の行動を決めるコマンドを選ぶこともできます。ここで次の行動を選べると。はい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 、オッケー。お呪われてる入学式しか行くことを許されてない。まあそりゃそうだよね。まず入学しないと話は始まんないよって話ですよ。行きましょうか。どの入学式を選ぶことによってなんかこう今後の恋愛展開が変わってくるとかないよね。左下の入学式はバトルロワイヤルの始まりとかないよね、そういうの。お、私の高校生活いいことありそう。いいね、いいよね。なんかこういうさ新しい生活のスタートみたいなとこすごいいいよね。もうねこうやって社会人になるとねもうそういうのなくなるからね。うん、家に来てくれたんだね。私は会えなかったけど。あ、そうなんだ。雰囲気変わったかな。でもきっと人見知りで活発なところはあの頃のままなんだろうな。あー、まあそうね。お、あの橋っていうかここの通学路がさっきのところか。あの風が聞こえるっていう。うわ、ここで会ったらちょっともうさすがにもう付き合うしかなくなっほー、久々の再会なのにしかめっ面かよ。うわー、ドキドキもするけどマジかよ。うわ、いい顔してんじゃん。りょう、風間くん名字で呼んでんのか。あ、ムスッとした。名字で呼ぶから。うー、めっちゃ動いてる、すげえ。そうです、風間です。うわー、いい音楽鳴ってやがら。昔よく一緒に遊んだ気がしますが。おー、声変わりもしちゃってよ。こういうのも含めてお前だもんな。いや、いい声だな、ほいで。俺が悪い。いや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 。9年ぶりだな。変わらず元気そうでよかった。いや、もう超元気よ。夏子ちゃんは本当に久しぶり。風間くん、すごく大人っぽくなったね。夢で見た小学校の頃とは全然違うよ。お前、俺の夢なんか。おいおい、バレちまったバレちまった。もうさ、ちょっと待って待って、これ期待しちゃうじゃん。そう、今朝ちょうど。不思議だよね。別に特別不思議なことでもないんじゃ。うわ、そうやって手で隠しちゃってさ、隠さなくていいのよ。その制服姿ってことはもしかして羽ばたき学園に通うの。お、そう、予想以上の展開で俺もびっくりだよ。おー、昨日おばさんに言っておいたけど聞いてない。あ、聞いてないんだね。だから主人公はね。おばちゃん、ちゃんとしてくれ。うん、また同じ学校に通うだなんてまるで小学校に戻ったみたいだね。あ、そうだねそろそろ行こうぜ。いや、いいね。ちょっと感動の再会が長引きすぎた。いや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 、いや、こんな素敵な出会いがあって他の男の子の選択肢があるってこと。いいの、そんなんやって。もうなんかこの子の物語みたいになっちゃってるけど、この風間亮太くんとの物語みたいになっちゃってるよ、これは。もう小1の時のさ、歩いてらっしゃる。一緒に二人で学校行ってたよな。行ってたんだ、俺知らねえけど。うん、俺すっげえ蚊帳の外だけど今。なんだよ。ん、お帰りなさい。おおいいこと言ってくれてんじゃん。あ、頬を赤めてらっしゃるね。昨日はごめんね、せっかくうちに来てくれたのに。私留守にしちゃってて。いいよ、うん、帰国便も遅れてたし。あ、そうなんだ。俺もいきなり訪ねたから。あ、そうなんだね。アポなしだったんだ。え、本当に昨日帰ってきたばかりなの。そう、俺だけ先にな。あ、そうなんだ。イギリスって9月が新学期だから。あ、このタイミングって手続きが多くてさ。へー、すげえ、雑学まで学べるんだなこのゲームは。そうだったんだ。4月からこっちの高校に通うのもうダメかと思ったけど、うん、なんとかギリギリで間に合った。よかったね。で、父さんたちはまだあっちで仕事してる、うん、あ、そうなんだ。もうまだ一人だけ。こっちのペット親にはおじいちゃんがいるし。あー、はいはいはい。俺はしばらく
一人で自宅の方に住むことにした。ああ、一人暮らしなんだね。もう何でもできんじゃん。あの大きなお家に一人で暮らすの？じゃあもし困ったことがあったら。お！それより、あ、はい、お前覚えてる？何ですか？あの時のこと。いや、全く全然覚えてないです。すいません。あ、選択肢来た。不思議な教会と鐘の音のこと、風車にした二人のお願いのこと、いろんなことがあったけど、どれかな。ちょっと待ってね。なんかいろんな男の子をまず見たいからな。でもまあここはとりあえず無難に言っとく。とりあえず無難に、不思議な教会と鐘の音のこと、風車にした二人のお願いのこと、ここに言っとくか。とりあえず不思議な教会と鐘の音のこと。まあそれもだけど、えい、あの時その教会で二人でした。お、あー、その後は聞けないわけね。ほうポリポリ。あの人、風間亮太くんだよ。風間亮太くん人気者もしかして。あの噂って本当だったんだ。同じクラスになったらどうしよう。F4 みたいな感じ、もしかして。風間亮太くん、うちのおじいちゃんなんて若様って呼んでたもん。若様、超お坊ちゃんなんだよ。あー、お金持ちなんだ亮太くん。あ、だからでっけえお屋敷みたいなお家っつってたんだね、さっきのこと。聞こえません。あー、そういうの嫌なんだ。聞くな、あんなの。いや、当事者になってみないと分かんねえよな。俺だったらすっげえニヤニヤしちゃうけどね。若様とか気になるよ。若様とか気になるよとか考えるのやめろよ。やべえやべえ、松丸大吾さんだ。やめて。メンタリストがいる。顔に出すぎ。メンタリスト亮太がいる。顔に出てるとしてもよ、そんな一言一句当てられたら怖えぞ。ありがとうございました。はい、続きまして教頭先生、よろしくお願いいたします。あ、出た、校長先生より面白くない話をする校長、教頭先生のお話だ。これは偏見だね、やめとこうか。教頭の氷室です。おい、何、氷室さん。校長先生の入学許可。なんかすげえいい男っぽい。諸君は晴れて、うん、羽ばたき学園の新入生と。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ここに運命的に集った仲間と、はい、切磋琢磨し、いや先生もいい声してるな。互いに高め合い、うん、3年後この学園から強く羽ばたくための翼を鍛えなさい。うわ、もう言ってることがおしゃれだな。我々教職員も諸君を教え、導くことに誇りを持ち、精一杯努力する所存だ。もうあれだね、今時なんか3つ、なんか何個かの種とかね、そういう話あるから、やっぱ古いってことなんだろうね。もうそういうのはもう翼よ、時代は。今の時代は翼なのよ。すごく頼りになる先生みたい。確かにね、厳しそうではあるね。教頭先生、ありがとうございました。続きまして当学園の理事長よりご挨拶をいただきます。お、理事長もいるんだ。はいはいはい。なんで校長先生のお話だけスキップされたんだ。あ、理事長の話もスキップされた。あ、ってことはあの教頭ともなんかあんのかな。なんかそういう同じような攻略キャラみたいな感じなの。右後ろの子すごい現代っ子っぽい髪型してたな。クラスまで一緒とか、もうなんかさ、もうそういうことだよな、そういうことになっちゃうよなね。本当にびっくりだね。だな、うん、ま、席が隣じゃなくてよかった。あー、そこはね、あー、もうそこまで隣だったらね、もう正直これはときめきメモリアじゃなくて両端もうメモリアルよ。風間亮太メモリアルになっちゃうよ、それは。もうそこまで揃うとちょっとね、そうね、ちょっとできすぎちゃってるよね。できすぎくんだよね。できすぎ秀俊だよね。ちょっとなんだよ。あれね、若干こう目つきが悪いのがさ、割と人気が出そうな要因の一つだよね。え、おお、またなんか個性的な電気工事の人じゃね。結構的確だな。うーん、言ってることが的確だな。おわ、決めてんね。笑ったぞ。いいじゃねえか、笑っても。笑顔が可愛い。うわ、早えな、好きになるの。なんだお前たち、もう忘れたのかよ。式で職員紹介あっただろ。あ、やっぱり先生なのかな。服めっちゃ汚れてない、大丈夫？まさか私たちのクラスの。あ、めっちゃ服汚れてる。なんかあれかな、栽培みたいなのやってんのかな、学校で。
花壇のこうなんか整備とかさ。これ何？ミカルゲ？俺の名前は三影小次郎。あ、三影か。このクラスの担任だ。ミカルゲじゃなかったわ。うん、要の石に収まってるあのポケモンじゃなかったわ。うわ、すげえ驚いてる。そんな驚く？マジかよ。めっちゃ驚いてる。やべえの来た。やべえの来た。そんな驚くかな。いい反応で嬉しいね。うん、めっちゃいい反応だわ。みんな配信者向いてる気がするわ。ゲーム実況とか向いてると思うよ、みんな。おすすめするよ、ここで。静粛に。お、教頭先生。一体何事？あー、ちょっとうるさすぎて怒っちゃってるのかな。あ、やべえやべえやべえ。あれは教頭先生、確か氷室先生だったよね。うん。三影先生、やべえ、怒られる怒られる。いや、この三影先生多分目つけられてんだろうな。もうこれからホームルームをただ完全に目つけられてるよな、はい、こういう感じの先生なんだろうな。そのまま自席で待機。はーい、やべえな、もう入学早々こんなんじゃもうさ採石悪くない。なんか日村先生、耳と髪が、やべえやべえ、やばいって。今時それは危ねえ。訴えられるぞ、いろんな意味で。大丈夫？どうしよう、マウル坊主になってたら。あ、大丈夫だったわ、安心した。しょっぱながらかっこ悪いとこ見せちまったな。いや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 、なんとか生還したけどさ、うん、無理やり。あー、なるほどね、スーツになってるね先生かっこいいよ。あー、いいね。そりゃ分かってんの。でもさっきの方が楽なんだよ。まあね、スーツ姿よりかはね、まあ、ああいうのの方が楽だよね。今日はお色直しありの特別版だ。おお。それでどこまで話した？名前だけかな。まだ名前しか聞いてないっすよ。おお、陽キャが口出してんな。待て待て、もう大きな声出すなってまた怒られるからね、三影先生がね、氷室先生に。じゃあ改めて自己紹介な。はい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 。俺は三影小次郎。うん。5月25日生まれ。おお、早い。明るくてノリのいい大型だ。おお。大型だから大つったわけじゃないからね、みんな今。自己紹介で誕生日を教えてくれる先生初めてかも。あ、確かにね、なかなかいないよね。もうこんな時間だな。まあ祝えってことなんだろうね。最後にどうしても聞きたいことあるやついるか。先生の誕生日教科は何ですか。あ、気になるところだね。ちょっと予想していい？ああいう服着てるからやっぱり栽培的なことをやってると考えて、まあなんか、なんだろうな、まあ生物科学とかなんかそこら辺やってんじゃない？なんか若干理科っぽいかな。あ、でも社会っぽいところもあるんだよな。ちょっと見てみようか。それは必要情報だったな。オラ生物！今度は生物、園芸部と陸上部の子供もやってる。メンタリスト常吉。陸上は完全なお飾りだけどな。ああ、そうなんだ。そんじゃ園芸が本命なんだね。窓際のニコニコしている女子。窓際のニコニコしている女子。窓際のニコニコって、あ、当てられちったよ、夏子ちゃん。ほら、なんか面白い質問で締めてくれちょっと待って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 先生、いや先生、先生、それはね、入学初日の学生にとってその振りはマジで酷だからやめてあげて。それは本当に酷だから。怖え怖え怖え。あ、いいねいいね、いい着眼点だわ。この子はモーリーちゃんだ。モーリーちゃん、実家で飼ってるホルサイ。モーリーファンタジー。おお。あ、牧場ってこと？ペットが牛っすか、ね、先生んちって牧場とか大丈夫この学校、なんか若干偏差値低くない？大丈夫かな。最後って言ったろ。あ、そうだね。そんなホイホイ教えてたら。確かに確かに、線引き必要だね。1年間持たねえよ。ああ面白い面白い、超面白い先生。あ、バクワラバクワラ。ホルスタイン飼ってる先生ってそんなに面白い？それ別に珍しくはないでしょ、牧場とかさ、実家が。マジやべーの来たそんなかなそんなかな。まあ楽しい一年にはなりそうだね。確かにいい先生だねそんな珍しいかな、牛飼ってるのって
まあペットって言ってたからマジでペットなのかな、牧場とかじゃなくて。それだったらまあ珍しいような気もするけどまあいっか、とりあえずはい。さあ初日へ、まずとりあえず1日目が終わって6日になりましたね、火曜日。さあ先に何をしていこうか、勉強をして学力アップとか絵を描いて芸術を伸ばすとかいろいろあるけど、ここら辺はまだ解放されてないのかな。ちょっと一個ずつとりあえず見てっていいかな。ストレス発散が、多分ストレスが溜まってきたらやればいいのかな。でいろいろこういうのやってったら多分ストレスが減って増えていくから、ちょうどいいタイミングでこれを入れると。でリッチードが多分金かな。で学力が多分頭の良さ、芸術がまあセンス的なところかな、右脳的なところか。でまあ運動がそのまま運動能力で、気配りがまあモラル的な部分ってことなのかな。うん、で流行がまあファッション的な、まあそれこそセンスみたいな感じか。魅力はもうそのものの魅力だね。なるほどなるほど、そこら辺の線引きが分かんないけど、まあここら辺の雑誌を読んで流行をつかんだら流行を上げたりとか魅力上がったりとかするのかな。なんか一緒に並行して魅力とかも上がりそうだよね、こういうとこやってるとね。まあいろいろ上げられる部分があるんで、まあどうしようかな。服を着替えるとか、スマホで情報チェック、ゲームの設定変える、セーブロード、メッセージが届いています。あ、進捗メッセージが届いています。ちょっと見てみようか。あ、アルバイト情報、アルバイトもできんのか。そうかそうか。一応ね、ときメモはね、俺あんまりやったことはないんだけど、いろいろそのニコニコ動画のゲーム実況とかいろいろ見てたんで、あのときメモがまあどういう方向性のゲームなのかは知ってる一応。お友達登録ありがとうございます。羽ばたき師のアルバイト情報をお届けする羽ばたきアルバイトニュース運営アカウントでございます。本日から高校生のあなたにおすすめのバイト情報を配信していきます。気になる情報がありましたらぜひお電話にてお問いかけ、お問い合わせくださいね。あ、なるほどね。あ、高校生のアルバイトっつったら何なんだろうな。結構それなんかファッション系とかやったらねえ、割とセンスとか上がりそうだけど、なんかあんまりね、こうモテるためにはなんだろうな、やっぱりファッションアパレル系でも高校生でできんのか。そういうのってできないよね多分ね。そもそも俺の人生の生涯でさ、そんなにアルバイトやったことがねえからわかんねえけどさ、やっぱコンビニとかになんのかな。あとはなんか飲食店とかさ、普通の、あとはマクドナルドとかね、ここら辺定番だよね。友達登録ありがとうございます。羽ばたき師のショップ情報をお届けしている羽ばたきショップクラブです。期間限定で、販売されるシーズンアイテムについて情報をお届け、今後の配信をお楽しみに。あ、ここでまあお服とかを買えるところのまあ情報が来るみたいな感じなのかな。これは定期的に見てった方がいいかもね。オッケーオッケー。でこれを読んだからこれがこうなると、じゃあここに何か届いてたら未読ってのが出てくるんだ。じゃあちょっと定期的に見るか。それは、あ、これで情報、なんか予定とかを確認できますと。ここが入学式で、まあとりあえず予定はすっからかんなんで、ここをもう全て毎日埋め尽くされるぐらい、まあまずはね、両手に男を抱きかかえてね、両脇に携えて生きていきたいなと思うところだけど、まずはね、なんかゴールデンウィークちゃんとね過ごしていきたいからね、そこまでにいろいろ頑張っていきたいところだよね。ゴールデンウィークまず一番最初に大事なねイベントだからさ、そこしっかりしていきたいよね。オッケーオッケー。まあ、こんなもんかな。とりあえず服とか今もうないよねまだ。お、服の種類、服を選んだ後 L か R かタッチで服のカテゴリーを変更すると思っている服やアクセサリーを確認することができます。はい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 。着替えを選んだ後に身につけたい服やアクセサリーを選択し、ボタンやタッチで下部の、着用スロットに移動すると着替えられます。あ、はい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 、なるほどなるほど。 OKOKOK。 ちょっと見てみようか、いろいろ。まあとりあえずこのセットアップしか今はねえのかな。こんなもんか。まあ、とりあえずこれは買わないといけないのかな。で買うためにはリッチ度を上げないといけないわけか。多分このリッチ度っていうのがそのままお金に反映するのかなってことだよね多分ね。ここら辺はまあアルバイトとかして鍛えましょうみたいなとこだよな。まあ、とりあえずだからここは一旦どうしようかな。まあ男の子がまずいろいろ出てきてないから、先にちょっと学力とか運動とか上げていくか。まあ、とりあえず一旦学力鍛えてみよう一旦ね。オッケーオッケー。これでなんか図書室とかでなんか会えたりするんじゃねえの。ほら、光る。なになになに。あ、昨日風間くんと一緒にいた子。なになになに、誰、どなた。目つけられてる俺もしかして。
そういうの目つけられるよね、人気な人といると。羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。ああ、ここなんだ。なん中高一貫みたいな感じ、付属系なのかな。羽ばたき学園の中等部じゃなかったけど。みちるお姉ちゃん、いたらひかるたちとっくに気づいてるって。ああ、まあ確かにね、分かってる。うん、あなたたちどこかでお花椿ツインズだよ。マリー、花椿ツインズ。おう、マリー大丈夫、ガン飛ばしてない。それダメ、自己紹介する前にニックネームで。なるほど、ニックネームがあるのね。あ、ミチル・ヒカルって双子モデルの花椿ツインズ。あ、そういうのがあるんだ。ザ・タッチみたいな感じなのかな。当たり、双子なんだね。花椿ヒカルだよ。あんま似てないな。私は花椿ミチル。一卵性じゃないってことなのかな。二卵性ってこと。マリ、よろしく。あの、マリーって私のこと。そう。え、可憐で、俺もマリーになったの。幸せに満ち溢れる女の子。え、お前ユバーバ、愛らしい花のよう、ユバーバみたいなことすんじゃん少しだけど、うん、ヒカルたちと同じ匂いがするんだよね。あ、わかる、それ同じ匂いするわ。わかるわかる。まだ目覚めてないだけ。でもね、ちゃんとつぼみは色づいてる失礼だな、なんか、ね、お姉ちゃん、なんか失礼じゃない、目覚めてないって。変に思わないであ、ごめんなさい。私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるの変わってますね。はいはいはい。だから私たちには見える、はい、高校生活でマリーを彩ってくれる、うん、たくさんの花たちが。おお、それは光に何でも聞いてね。それはあれかな、男たちってことかな。おしゃれが気になるなら私に聞いてね。おお、なるほどね、そういう助言してくれんのかな。それ助かるね、ありがとう。みちるさん、ひかるさん。ひかるでいいよ、マリー。え、俺がさ、なんかマリーとか呼ばれてんだったらさ、私もみちるでいいよ。俺もひかるとみちるのことなんか別の言い方で言いてよな。うん、ジョンと光彦とか。あ、ごめん、すげえ適当ごめん、めっちゃ適当に言ったわ今。あの世界的ファッションデザイナー、花椿五郎の親族の人気モデル花椿ツインズが同じ学校にいたなんて。みちるさんはファッション、ひかるさんは恋愛の相談か。ところでマリーってなんだろう。そうね、なんで命名されたんだろうね、マリーってね。あ、なるほど、これ1週間やっていく感じなのかな、1回選んだら。あ、そろそろ予鈴が鳴っちゃう、教室に戻らなきゃ。わ、ごめんなさい。お、急な方向転換は危険だ。こんにちは。あー、申し訳ない。そうね、ウィンカーたかないとね、ちゃんとね。怪我をしてから、させてからでは遅い、はい、以後気をつけなさい。あー、本当に申し訳ございません、過去土下座。はい、氷室先生、ネクタイにチョークの粉が、落としてあげよう。お、なに、そんなことやっちゃうの。いや、この子もさ、自然とそういうことやるよな。やっぱりね、ギャルゲーの主人公ちげんだわ、何かと。うん、ギャルゲーじゃねえか、これは乙女ゲーかな、うん、こういうギャルゲー乙女ゲーの主人公やっぱちげえんだよな、立ち振る舞いが。ネクタイのチョーク、ネクタイにチョークの汚れがついていたので。そうか、大変失礼。頭にもいっぱいついてますよ。新手のスキンシップかと勘違いした。いや、またまた。え、スキンシップ。あ、ちなみに頭にもめっちゃついてますよ、氷室さん。なぜ驚く。私はここで長年教師をしている。ああ、そうなんだ。君のような元気な生徒がいるけども。結構若いよね。うん、うん、そうなんですね。でも私にはスキンシップは難しいです、うん、よろしい私でよければ練習台に。プラクティス、氷室先生、氷室プラクティス始まんの。うん、じゃあちょっとぜひお願いしようかな。では始める。スキンシップの基本を頭に叩き込みなさい。わかりました、氷室プラクティス。スキンシップエリアは、はい、大きく分けて頭、うん、目元口元体の5つ。腕、はい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 。頭、目元、口元、体、腕、はいはい、はい、エリアによって上半身だ、ね、伝わる思いが違う。さすがに下半身には触れねえのは。なんとなくわかるだろう。はい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 、まあなんとなく、ね、ここまでが基本だ。はい、理解はできたか。 OK、 アンダースタンド。えい、
よろしい。次はスキンシップのアクションについて具体的に説明する。お願いします。まずは、タッチ。タッチ。相手に軽く触れてすぐ話す。軽く触れてすぐ話す。軽く視線を送る、そんな意味合いだ。軽く視線を送る、はいはいはい。次にスライド。スライド。擦るように触れる。擦るように触れる。くすぐったり、寄り添ったり、相手の意識をこちらに向ける。ほうほうほう。そんなところだ。なるほど。まあちょっとタッチよりかも上に行った感じだね。スライド。ためタッチ。ためタッチ。一点に触れたままにすることだ、見つめたり思い切った行動を意味する。そのことをためタッチって言うんですね。なんかなんか教頭先生の教頭先生の口からためタッチってワード出てくるの面白いな。これら3つのアクションを覚えておきなさい。はい、わかりました。君が相手に触れる部位、はい、触れ方で、さまざまな気持ちを伝える。なるほど。これがスキンシップだ。いや、よくわかった、ありがとう。理解したか。それ現実でもやっていいのかな。スライドしようかな、人のこと。はい、よろしい。うん。触れ合う相手との関係も、はい、スキンシップの満足度に影響することを覚えておきなさい。わかりました。要は駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだ。何を教えようとしてるの。では実践だ。はい。的は大きい方がいいだろう。まあそうね。相手の目元に何かついてる、あれは何だろう、と、そんな意識でスライドしてみなさい。スライドしてみなさい。わかりました。さあ北前。北前。え、何。あれは何だろう。スライド。これスライドでいいの。これを楽しいと思ってくれるような相手に試してみるといい。よくわかんないよ。よくわかんないよ。エクセレントだ。何したの俺今。手をつなぐ。うん。腕を組む。はい。そんな意思表示をする場合、君ならどうする。どうするだろう。実演講習だ。実演講習。何。あ、腕をこうツンと。ダメだ。タッチね。タッチか。タッチだ。タッチ。すぐに離さず溜めてタッチ。溜めてタッチなんだ。溜めタッチね。ここね。思いの深さを表現するんだ。いや、わかんないよ。相手の体を見る。わかんないよ、そんなの。視線を送ることからだ。まずは視線を送ること。北前。はい、わかりました。まずは視線を送る。いいだろう。エクセレントだ。ありがとうございます。焦らなくていい。はい。着実にこなすんだ。なんか音ゲーみたいな褒め方しますね、あなた。では、今日のレッスンはここ。あ、終わり。はい。ああ、はい。はい、OK です。なんかまあ不安だけど、まあ大丈夫だ。若者らしい、はい、健全なスキンシップで。ありがとうございます。信仰を深めることも大切だ。了解。では、はい、井村先生ありがとう。 OK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 。 よし、頭も良くしてスキンシップのやり方も分かって、今日はいいお天気だな。よし、お散歩して帰ろうっと。お、ここの帰りでまたなんか新しい人に会うのかな。どうだ。たくさん歩いたし、そろそろ帰ろうかな。あれ、終わり。おい、あれ、なんかすげえおしゃれな。じゃないか。お、出た。花椿のあの双子の。本当だ。うん。世界のファッションリーダー五郎先生だわ。あ、GORO で五郎なんだね。え、花椿五郎、そんな有名な人が来てるの。そうだね。見つけた。ちょっとそこのあなた。やべ、目つけられたよ。終わった。終わった。終わった。ちょっとこっちへいらっしゃい。目つけられてしまった。終わった。はい、それで目を閉じてもらえるかしら。不審者。この人有名人じゃなかったら不審者だよ。もう目を閉じてって言ったでしょ。怖い怖い怖い。言うこと聞こう、言うこと聞こう。夏子ちゃん、言うこと聞こう。ここは怖いから。なんなんだよ。怖い怖い怖い。このヘアピンは怖い怖い怖い。ふんふんって何。鼻くそつけた、もういいわ。何。あ、この人はなんかファッションのこととか見てくれんの。どうもどうも。でもね、ジオワルオゴロさん、今ここにいるのは、はい、ハバチャの特別アドバイザー花椿五郎よ。特別アドバイザーハバチャ。羽ばたき氏の総合情報誌、羽ばたきウォッチャーの。ああ、そう。そして今日からあなたはメール来てたやつ、羽ばたきの新人編集部員。うーわ、もうなんでこんな強引の人いっぱいいんの。こういう世界って意味わからないよ。忙しくなるわよ。パワハラパワハラ。この羽ばたき氏にいる
ダイヤの原石たちを見つけ出すの。あ、何、スカウターになるってこと？ダイヤの原石？そう、輝く才能を内に秘めた子たち、うん、ダイヤの原石がザックザック、はい、あなたがその原石を、うん、今を輝く素敵な人に磨き上げちゃった。あ、俺が？え、俺が磨き上げてくれる、俺のことを磨き上げてくれるんじゃなくて。心配はノンノン、あなたならできる、うん、単なるバイトと思っていいわ。俺が磨き上げんの？気が向いた時に。なんでそんなことしないといけないの？素敵な記事を書いてちょうだい。あ、わかりました。それじゃあ頑張って。アデュー。アデュー。行っちゃった。私がハバチャの編集部員に一体どうすればいいんだろう。そうだよね、急に言われてもね。おや、ブイーンってなっちゃった。さて今日は何をしようかな。勉強しようか、部活に入ろうか。あ、部活にも入れるのか。それともハバチャ用に取材をしてみようかな。え、ちょっと待って、部活に入れるのか、どうしようかな。これさ、部活入るってなってくるとやっぱりさ、あれかな、狙い定めた方がいいかな。ちゃんと、ちょ、とりあえず今回はここまでにしようと思います。ちょっと考えてみよう、ちょっと狙い定めてみようかな。ちょっと、うん、そうね、やっぱり部活に入るってなると、じゃあなんか狙い定めた方がいいような気もするんで、ちょっと一回見てみようかな。多分とりあえずちょっと見てみるかもしれません。はい、というわけでそんなこんなで始まりました、このときめきメモリアルガールズサイド4の、実況。まあ今後もこんな感じでね、もう割とこんなテンションでやっていこうと思うんでね、皆さんどうぞ続けてみてくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。というわけで以上、つなよしでございました。ありがとうございました。パート2へ。じゃあね。